膝見て思ったんだけど、なんで膝小僧っていうのかな、なんでだろうなんでだろうね、わかんない、調べてみる。日光三龍王寺にある仏像ウマロキャの膝に象の彫刻が刻まれていることから膝小僧と呼ばれていましたって。仏像？仏像、大仏様にの膝に像が刷り込まれてる。だってさ、ウマロキャ。らしいです。だから仏像様の膝に像があったから膝小僧っていうらしいよ。今日は美容室に行ってきました。やばい、髪めっちゃ短くなった。エクステを取ったんだけども、エクステ取ったんだけどね、エクステで髪が抜けすぎて髪がめっちゃ短く、なんか髪が薄すぎる上がるけど、髪があまりにもなさすぎて、髪の毛がなんかテンションはそこまで上がってないかも。なんか育毛剤持ってるんだけど、こちらの育毛剤、今日からもう育毛剤めっちゃ使おうと思って。髪なんか言うね、私結構髪の量なんかすごいめっちゃ多くなってくるんだけど、なんか育毛剤使うと多分髪の毛の量すごく多くなってくると思うんで、ちょっと育毛剤を使って今日から髪の毛を生やしていこうかなというふうに思います。そういえば群馬さん卒業発表してましたね。びっくりした。生安って何ですか？なんかさ、このグロス透明だったんだけどさ、なんか赤いリップとかの上から塗ってるからもう透明じゃなくなってきた。劇場行ってないよ。普
通にツイッターで群馬さんが卒業発表してるの見ました。ってことはさ、誰が卒業するっけ。ハマー、ゆうちゃん、れいちゃん、ひかるん、とぐんまさん、5人。エイトは5人卒業するのかな。多いね。一気にみんな辞めるじゃん。なんかやっぱりエイトの活動休止が節目なんかな、やっぱり。節目になってくるんですかね。ね、寂しいね。ハマは最初に失業の話をしたのはランリーって言ってた。え、嘘、リアなんだ。セリカとかだと思った。ちょっと待って、今ショールームのあれやってるから、ちょっと待って。今日って何日だっけ。みんな卒業していっちゃって悲しいね。
顔合わせまだしてないよ。そういえば舞台のですね、5月の頭に舞台をやるんですけど、舞台のチケットが発売されております。金曜日、3日前ぐらいから発売されたんですけれども、皆さんゲットしてくれ、ゲットっていうかチケットゲットしましたか？そう、リーさんね、実は舞台をやるんですよ。魔獣ドナーカンナギというね舞台に出るんですけれども、迷ってる？なんで迷ってるの？迷ってる暇はないですよ。そうです、キャストはみんな女の子です。魔獣ドナーカンナギ、そう、チケットを発売されてるので、舞台は主演ですね。前も言ったと思うんですけど、主演だと思います。そう、あと3月25日に久しぶりにオンラインお話し会を開催することになりました。本当は誕生日付近にやりたかったんですけど、ちょっとできない、誕生日付近はちょっと厳しそうだったので、今回は3月25日という誕生日の5日前にやることになりました。皆さんオンラインお話し会も参加してくれますか？今回は特典でサイン入りチェキがついてきます。イエーイ。はい、ランリーとお話ができます。ツーショット時期は撮れないけど、質問なのですが、お話し会以外の生誕イベントはご予定あります？やりたいなとは思ってるんですけど、予定はないです。やりたいなとは思ってます。
やばい、マジで髪の毛なさすぎてさ、なんか本当なんかちょっと怖い。うん、するなら5月ぐらいじゃないかなって感じですかね。でもさ、やるってなったらさ、まあ、前回去年お話し会、お話し会じゃない、イベントやった時、まあ、なんか私物プレゼントしたんだけど、なんか引っ越してきてからなんか私物プレゼントであげれるものがマジでないんだよね。今のところ、ない。でもイベント用に買ったらさ、それは私物じゃなくない？なんかさ、ちゃんとさ、使い古したさ、私物とかあげたいんだけど、あげるなら。なんか結構さ、捨てちゃったから、うん、ハンカチなんかね、1枚しかないんだよね、今。うちのハンカチどこ行ったんです？なんか別に私物プレゼントで買うのもいいんだけど、なんか買うと なんかただのプレゼントじゃん。私物プレゼントっていうか、いうよりかはただのランディがセレクトしたプレゼントみたいになるから、なんかさ、まあ、買うのもいいと思うけど、どうせならどうせならねって感じだね。インスタントラーメンマシーンはだって去年あげたやん。そう、去年はね、インスタントラーメンマシーンを私物プレゼントであげたけど、あげた人使ってくれてるかな。なんか去年はなんか自分がなんかその私物プレゼントをその獲得した順になんかビンゴみたいな感じでなんかいいよみたいな感じだったんですよ。なんかその欲しいものをどうぞみたいな感じでやってたんだけど、そう、結構目玉商品がそのあ、リラは使ってないんだけど、そのインスタントラーメン機が結構目玉商品だった、私の中では。だったんです。使ってくれてるのかな、どうだろう。
その場で当たった人の私物にサインとかでもいいのではないのでしょうか。なんか違うの、なんか私物プレゼントはなんかね、なんだろう、あれな、あれビンゴか、ビンゴでやったんか。私物にサインにするとなんかまたゲームするときになんか、そうさ、ビンゴって言ったらさ、なんかいい商品もあれば、なんかそんな別にそんなの商品もあるから面白いわけじゃないですか。だからその私物サインとかにするとなんか優劣がなくてよくわかんないことになってくるかなと思ったので、ちょっとこの前は私物サイン会に、私物サイン会じゃない私物プレゼント会にしたんですけど、なんかもしね、今回もまたイベントやるってなったら、なんかちゃんとしたものを用意したい。でもさ、なんでもないっす。そう、でも結構なんか今回やるとしたら豪華にしたいね。あ、リラが用意したプレゼントにサインするってこと。あ、それなら全然毎回って言っても1回しかやってないけど、そういうことです。え、ハンドクリームさ、じゃあハンドクリームもあげたの、ハンドクリーム使ってくれてる人いるかなハンドクリーム使ってくれてる人いますかね。っていうか、もうハンドクリームとかラーメン機以外にも、もうなんかタオル、ハンドタオルとかも、ハンドタオル、ハンカチタオルとかもあげたの。あと、なんだっけな、あと、私の幼い頃のチェキとか、あげた。なんかお菓子詰め合わせとかでもいいかもね。なんか私物じゃないけどさ、なんかビンゴ大会って絶対あるじゃん。最後に残った人、ハンドクリームじゃない、最後になんか残った残念賞、当たったけど残念賞みたいな感じでちょこっとしたお菓子の詰め合わせとかあるじゃない、あるじゃないですか。なんかそういう感じでもいいよね。とりあえずあれは楽しかったね、あれは盛り上がったと思うよでもさ、そのそれを開催、あの私物ビンゴ大会を開催するにあたっての大変なんだよ、その私物を集め、その時まで残してるのが。だから、うん、私結構すぐ捨てちゃう人間だからさ、なんかいらないとかってなると、だからさ、
あげられるものがさ、なんか今考えてるけどない。使いかけの歯ブラシとか絶対あげたくないやろ。まあでも別にそう、いや、イベントやる予定はないので今のところ、なんかやってほしいとかそういう声があったら、まあやってもいいかなと思いますけど、今のところね。だから寒いからさ、自分だけ着替えたい。けど電気代高いからさ、暖房つけたくないね。お花見は明日行く。お花見明日行きます。でもね、今日は美容室行った後に友達とご飯食べてきたんだけど、なんか中目黒に行ったの。中目黒のさ、中目黒川、目黒川か、目黒川めっちゃ花さ咲いてるじゃん、桜。でもさ、夜に行ったからさ、目黒川なんかね、ぼちぼちだった。いや、夜だからあんまり見えてないってのもあると思うけど、中目黒あんま行かないからさ、なんか人多すぎてびっくりした。まだ咲いてない？なんか来週？今週の土曜日？来週の土曜日がなんか満開らしいよね。ライトアップはね、もうしてたよ。全然してた。雨降るの嫌なんだけど。明日お花見はね、行きます。でも来週もお花見行く。来週の土曜日、日曜日か、日曜日も行きます。でもね、お花見は本当になんかその時だけしかできないじゃん。その時だけしかできないからさ、できる時に行かないとって感じだよね。てかさ、ちょっとさ、洗濯回してきていい？バスタオルがないからさ、なんか洗濯だけ回したい。お風呂入れない。ちょっと待ってて。
洗剤だけ開けよう。バスタオル8枚も持ってないわりら。バスタオル3枚しかない。だから3日に1回洗濯しないと。いけないですね。そう、バスタオル欲しい。バスタオル買いに行かなきゃって思ってるけど買ってない。なんかさ、最近洗剤をさ変えたくて、無香料、無匂いがしない洗剤に変えたいの最近。けどさ、なんかさ、人の匂いってさ忘れられないじゃないですか。なんか結構友達のあの服の匂いが好きで、なんか結構真似するから私匂いとか自分が好きだなって思ったの。友達のその匂いを真似しようと思って、なんかこれこのせ多分ね、この洗剤とで柔軟剤がもう柔軟剤で多分友達の匂いになるんですよきっと。その柔軟剤まだ買ってないんだけど、だからお試しに柔軟剤なかったけどこの柔軟剤買ってみたんだけどね、この洗剤なんかめっちゃ高い。なんかね、この洗剤2粒入れるんだけど11粒しか入ってないの。だから5日分しかないのこれ。やばくない？めっちゃいい匂いする。懐かしい匂いがする。リラのリラの洗剤はアリエールの青いやつ。え、コスパ悪いよね。コスパめっちゃ悪いよね。でもね、その洗剤買いに行ったんだけど、なんかリラが欲しい洗剤売ってなくて、無香料のやつが。で仕方なくこれ買っただけ。友達の匂いも一回真似しようと思って。普段はね、洗剤はアマゾンで買うから、なんか実家の洗剤が
アリエール。だから私もアリエール使ってたんですけど、別に実家となんか無香料使い、無香料匂いがない洗剤使いたい。柔軟剤使うから。でもね、リラが使ってる洗剤の組み合わせはなんか教えたことあると思うけど、探してください。めっちゃ甘いよ、リラの匂い。と充電ないから iPad でやります。なんか洗濯回したい。タオルない。で柔軟剤がなかったから詰め替えます。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。音声がすごい。え、うるさい。そんなに今まで君が守ってきたもの、波の音。なんか最近さ iPad でやるとうるさいって言われるんだよね。あ、ほんとだ。ほんとだ、めっちゃ拾うね。ハウってる自分の声。なんでだろう。なんかそう。なんかイヤホンつけたいけどさ。
つけたいけどさ。エアポッドつけるわ。え、これ iPad にエアポッドついたかな。まだ波の音する？ちょっと、あー、どうでしょうか。向こうか。ちょっと待って。ちょっと、リソリラ、柔軟剤2個。あれ？キャップないんだが。待って、キャップない。あった。そう、柔軟剤これ2個使ってるんですけど、これは2軍で、1軍は教えない。いってらっしゃい、いってらっしゃい。ボールドはしないかな。うち結構匂いにうるさいんで。え、柔軟剤ってみんな入れない？てかさ、みんなってさ、何にお金使いますか？やっぱおたかつとか。なんかさ、私何にお金使ってるかわかんないんですよね。なんか別にコスメとかもあんま買わないし、かといってなんか趣味があるわけでもないし、別にゲームの課金とかもしないし、なんか何にお金使ってるんかだっけって思う、いつも。あ、もうネギ、まあ確かにネギシにお金使ってるかも。ネギシ、あ、昨日もネギシ食べた。昨日だっけ？あ、そう、昨日ネギシ食べた。食べ行きましたよ、ネギシ。え、家建てるよ。え、家建てるけどさ、家建てるお金がさ、たまらんわ、全然。多分食べ物にお金使いすぎてる私。さ、飲み会とかはさ嫌いだからさ、行かないんだけどさ、なんかもう一人でご飯をとにかくよく食べに行くから、なんかその一人飯にめっちゃお金使っちゃうかも。
カプリコ食べます。なんか最近思ったんだけど、なんか私人とご飯行くのなんかあんまり好きじゃないなってことに気づいたんですよ。人と一緒にいるのは好きなんだけど、人とご飯に行くのあんま好きじゃないことに気づいた。だから、なんか人と家宅自宅がいい。なんか家でなんかそれぞれが好きなものを買って持ち寄ってご飯食べたりするのが一番好きってことに気づいた。いや、そう、気使うの。人とご飯行くと。なんか、何食べたい？何でもいいよ。とかってなると、なんか、こっちも、私気使ってさ、何食べたい？って聞かれたらさ、なんか、よっぽど仲良くない人じゃないとさ、なんか、何でもいいよって言っちゃうんですよ。なんかもう、なんなら、もう、何がいい？何でもいいよって返さないでほしいんだけど、なんか別に一人飯が好きなわけじゃなくて、なんか、人とご飯食べに行くのって、なんか気使ったりする。なんかさ、その取り分けられるのとかも私あんま好きじゃないんですよ、ご飯食べ行って。なんかこう、取り分けてくれるの、すごい嬉しいんだけど、なんか、相手の立場になって考えてみて、なんか取り分けてくれるのって気使ってるから取り分けてくれるわけじゃないですか。なんか、私ってなんかそういう取り分けるのとか、取り分けられるのが好きじゃないから、人のも取り分けたりとかしないんですよ。なんかさ、そしたらさ、取り分けなかったらさ、この子って気使えないんだなとかってさ、思われてるのかと思って、なんか嫌になってくるの。そう、ゆうちゃんって絶対取り分けてくれるんだよね。でもゆうちゃん別にいいの、あれは。あれはとか言っちゃう。あれはじゃなくて、あの人は別にいいの。そう、だからなんか、台湾料理を食べに行かないか分かんないですけど、ごめんなさい。けどなんか、なんだろう、おごってくれるとかなら別だけど、話は。なんだろう、自分がお金払って、なんか自分が食べに行くときって、なんか、気使っても、なんか嫌じゃん、なんか。なんか、
自分が好きなものを、買って人の家に行って食べるのが一番いいなってことに気づいた。なんかだから、いや、それ、これ思ったのは、なんか別に、仲いい子なら別ね、これは。なんか仲いい人だったら別。なんか、ハマとかユウちゃんとか、なんかメンバーは別結構。なんか、ここ、1、2年くらいで、なんか、友達になった人に対してすごい思うだけです。なんていうの、なんか。やっぱりなんか長く自分のことを知ってる人じゃないじゃん、最近できた友達とかって。だからなんかこう、ご飯とか食べに行って、なんか仲を深めるのはすごい大事だなって思うけど、なんか、難しいなって、そう思いますね。あと私、人家に入れるのも好きじゃないことに気づいた。全然なんか、気遣いな人といるとすごいなんか自分が苦しくなる。気遣えないから私。気遣うけどね。使うけど、なんか気遣うのに気を使うから。だからなんか気づかれしないあれがいい。なるとかとご飯食べてるとき、わかんない。私が大体なるに何食べたいって言われたら寿司かに行くしか言わないから、それに合わせてくれてるだけかもしれないけど、ノーさんが。なんか、ナルとかと食べてるとすごい、なんだろう、楽ですね。なんか、お肉食べたいって言ったら、じゃあここら辺に美味しいとこあるからそこ行こうかって言って、なんか連れてってくれるから。だから、なんだろうね、なんかその、気使わなくていい LINE ってなんかむずいなって思う。そう、なんか今までのさ、交友関係がさ、
濃すぎたしさ、深すぎたせいでさ、なんか人との関わり方わかんなくない？私。あ、めっちゃこぼしてる。大丈夫？あっちで掃除機する。めっちゃこぼしてる。もごもごが。あとなんかこれ話したかったんだけど、ずっと。なんか私って自分のことを人見知りじゃないと思ってるんだけど、めっちゃ人見知りって言われるの。人見知りですよねって。なんかで、自分の感覚としてはなんかそこまで人見知り感覚ないの。だけどさ、すごい人見知りって言われるからさ、なんか、あ、私って人見知りなのかなって最近思うようになってきてさ、なんか、めんどくさくなっちゃって、もう最近、なんか私人見知りなんですよねって思ってもないことを、なんか人に言うようになってしまったの。また落とした、また落とした。見た目とかじゃなくて、普通に。え、どう思う？なんか。人見知りじゃないんだけどな、私って思いながら。なんか見ての通り、私って喋り出すと結構うるさいタイプじゃないですか。そう、だけどなんか、そう、人見知りってすごいなんか、チーム4の時でも、なんか人見知りだと思われてた私。人見知りじゃないんだけどなと思いながら。なんか、これが人見知りなのかわかんないけど、なんか私がまず思うことがあって、仮にね、じゃあ、もし、この人、じゃあ、ゆうちゃんを例に出そう。じゃあ、ゆうちゃんと仲良くなくて、喋ったこともあんまない。でも私は、その、ゆうちゃんと仲良くなりたいと思ってる。ってなった時に、私がぐいぐい質問攻めとかしたり、めっちゃ話しかけたりとかしたら、この人はなんかこいつうぜえなって、なんか思うんじゃないかとか、なんかちょっとこの子何なんだろうって思われるんじゃないかな。なんかそう思われてたら嫌だなって思ってから、なんかあんまり人に話しかけなくなったの。なんか仲良くなりたいなって思ってた人がいたとしても、なんかこの人、なんかこの人に話しかけたらちょっと迷惑かなーとか。なんか余計なこと考えすぎて、あ、なんなら話しかけない方がいいか。とか思って話しかけたりとか、あんま喋ったりしないの。そう、ほうとかでもそうだったんだけど。
なんか、私が話すことによって変な気を使わせちゃうかな？なら話さない方がいいかとかってなっちゃうの。なんか、それずっと言ってたら、なんかそれに慣れすぎちゃって、なんかそっからすごい人見知りでしょって言われるようになったの。私別に人見知りじゃないんだよね。って自分では思ってんだけど、どうなんだろうっていう。溶岩？溶岩よ、やばん、変なとこは潔癖入ってる。でもなんか逆はなんか、例えば自分より年下の子とか、だから後輩エイトとかでも言うと、なんか後輩とかだったら全然自分からガンガン話しかけに行くの。多分緊張してるだろうし、話せる人いないだろうから、なんかこっちから話した方がなんか楽になれるなと思って、なんかそういうのではさ、ガンガン話しに行くの。大丈夫？とか、元気？とか。でもさ、人見知りの人ってさ、なんか自分よりなんか年上だろうが年下だろうが話せないじゃないですか。ああ、ガンガン話せるわけ。なんか後輩とか、なんか自分よりも年めっちゃいったりとかすると全然話しかけられるの。だからおじいちゃんとかおばあちゃんとか。からなんだろうと思って。これは、一体人見知りなのか、何なのかわからん。それはなんか難しいよね。なんか人見知りなのかな、自分って思って。よう分からん。なんかもう最近気遣いすぎて行き過ぎてさ、なんか気を使わない存在に人に会った時とか、なんかもう楽で楽で仕方ないよね。なんかさ、やっぱ大人ってさ、すごいなって思った。こんなに気遣って生きてるんだなっていう。なんか私大人になれない。なんか気使うのってすごい気疲れしちゃうよね、ほんと。ってすごい思う。だからなんかこういう感じでみんなと一緒にお話できてる時間がすごくなんか好きだなって思う。なんか素じゃん、これって。ランリーの素じゃない、素なわけじゃない、素が出てるわけじゃないですか。だから舞台の顔合わせかでもこれ発揮しちゃうと思う。なんか私が喋って、なんか迷惑じゃないかとか考えちゃうんだよね。で、私なんかどうでもいいこととか、結構なんか、なんか、
言っちゃったりとかするから、なんか、例えば、歯が痛いとかさ、なんか、このお菓子が食べたいとかさ、だからどうでもいいことしか言わないからさ、基本的に。なんかさ、そんなどうでもいいこと言われても、何？って感じの人もいるわけじゃん。だからさ、喋んない方が楽だとか思っちゃうんだよね。けどさ、ここでは別に言っていいじゃん。なんか、グミ食べたいとかさ、歯が痛いとかさ言ってもさ、みんなが勝手にさ、突っ込んでくれたりするじゃん。そう、人見知りじゃないのにな。人見知りなのかなとか、なんかすごい思う、最近。なんかどうでもいいことしか言ってないじゃん、割と。私。そう、そうなんですよね。難しいね。なんか心開いてるっていうか、なんか素がこれだからさ、なんか猫かぶりマンしてるのさ、しんどいけど猫かぶりマンしちゃうよねっていう話。ですかね。でも私も割とどうでもいいことばっか話してるからな。周りのコミュ力高い人、周りにコミュ力高い人。髪力高い人って明るい人が多いよね、すごく。なんか、ずっと話してる気がする、髪力高い人って。常日頃、人に話しかけてない。かな。わかんないけど。もうフレンドリーがやっぱ一番いいよ。寒い。12時になった。明日仕事みんな。4連休の人。
休みの人。仕事の人が多いか。明日はブラブラ散歩する予定。いいじゃん。4連休の人が多いのかな。ランリーはね、4月は、すごい、なんか、大忙しくなりそうで、なんか今で休んどこうと思って。なんか今は結構、友達と会う時間にしてますかね。あ、じゃあなんかもう舞台の稽古がもう毎日だからもうね、4月は休みないね。なんかね、すごい大変そう、稽古が。からもうね、私すぐ体壊すんで、結構。なんか休まないと、休息取らないと。だからもう、とりあえず今でやれることやっとこうと思って。もうね、全然、舞台の台本も今から届くんで、まだ全然内容は全然わかってないんですけど。まあでも久しぶりの舞台ってこともありますし、まあ来てくれる皆さんもたくさんいると思うので、そこはちょっとほんと、体とか壊したらほんとシャレにならないと思うので、昨日もね、私、10時に帰ってきて、10時に寝た。何してたっけ、昨日。なんか最近全然なんか寝れなくて。寝れなくて、で、なんか、金曜日？ 2 時間だけしか寝なかったの、わざと。もう寝れないから。
そしたら昨日あまりにも眠すぎて、なんか買い物から帰ってきて、10時？本当はショールームやろうと思ってたんだけど、もう電車で、もうずっとこんな感じで、もう船こいでて。やばいやばいやばいと思って、乗り過ごすと思ったら、駅でちょうどパッと起きて、やばいと思って、行って、で、もう半分寝ながら歩いて、うわ、寒いけど眠い、みたいな 感じで歩いて、で、家着いた途端、もう荷物とか床に置いて、コートも床に置いて、寝た。寝た。10時に寝たね、昨日は。久しぶりに爆睡できて、すごいね。気持ちよかった。何時間寝たっけな。13時間ぐらい寝た。それでも13時間か。そう、本当なんかもう私睡眠ないと結構なんか死ぬタイプだから寝だめは大事だなってめっちゃ思う。寝だめ超大事。そう、本当ね、もう寝てないと本当熱出すわ、私。寝ないと熱出すもまあまあやばいね。でもなんか、沖縄？地元帰ったとき、なんかもう毎日3泊4日くらいで帰ったときに、もうなんか友達とかと集まって遊んで、で2時間くらい寝て起きて、家族とどっか行ったりとかして、3泊4日かな、4泊5日くらいで行って、東京戻ってきた途端に、もう超体調悪くなって3日間寝込んだりとかしてたから余裕で。本当私睡眠がないとダメな人間だなってね、めっちゃ思った。だから今日も11時ぐらいには起きたから、割と眠い。眠くなってきたかも。洗濯干さないと寝れないけど。てか本当、睡眠は大事なので、皆さんもちゃんと睡眠しましょうね。似 てると思いますけど、私に言われなくても。明日は休みだから、明日はまたこの時間帯、11時ぐらいにショールームやる予定です。なんか寝たらごめん。寝たらごめんだけど、明日は普通に
顔出しで、この時間ぐらいに。明日は友達と会うから、帰って、来次第ですけど。明日も友達と会うし、明後日も友達と会う。もうね、4月入る前までに、こう自分の、なんだろう、あ、頑張ろうって思えるあれを増やしとかないといけないと思って。でも、ちゃんと気持ちはやる予定です。なんか、死んでたらごめん。でもやるやるやる。ちょっと待って、ちょっとさ、バスタオルだけ干したい。ちょっと、耳にさ、エアポッツさ、聞こえてるよね、これ。聞こえてると思うから、多分そのまま喋りながら、やりますけど。やばいの、もうさ、洗濯さ、なんかもう、ためずにさ、ずっとやってたの。うわ、リラ偉いと思ってたらさ、まあ、家にさ、家族、私の家にさ、まあ、家族が来てたからさ、なんか、その間さ、もう朝から晩までさ、外出かけてさ、帰った瞬間爆睡してたからさ、なんか洗濯全然なんかしてなかったの。そしたらさ、もう溜まりまくりすぎてやばくて今。溜まりまくり、マジで。だから、だしさ、そのバスタオルも3枚しかないからさ、大変なわけですよ、ちょっと。なさすぎて。とりあえず、浴室乾燥で、浴室乾燥が引っ越してやるんで、浴室乾燥でとりあえず、乾かす。乾くかな？私がショールーム終わって、ちょっと部屋のお片付けしたいかなんか、部屋の片付けし終わる頃ぐらいにはある程度乾いてくれてたらいいんですけど、乾いてくれてなさそう。半乾きでもいいや、別に。なんか、半乾きでもいいから、多少なりとは、乾いてて欲しい気持ち。でございます。よいしょ。なんかさ、前住んでた実家、前、いつだっけな、10年前ぐらい？なんか実家何回か引っ越ししてたんだけど、いつ住んでた時だっけ、なんかいつか住んでた時に、なんか、いつか住んでた時の家に、なんか浴室乾燥があったの。あ、中学生の時だわ。なんか中学生の時住んでた家に、なんか、浴室乾燥機？そのお風呂、違う、乾燥機があったの。普通に。乾燥機がついてる家で、めっちゃさ、なんか1時間回せばさ、乾いてくれんのよ。なんか最高だよね。1時間回すだけでさ、乾いてんだぜ。洗濯物が全部。なんか縮むものとかは別としてね。縮むものとかはさ、やっちゃっていかんけど。なんか最高だよね。そういうの。そろそろ顔見せた方がいいリラ。じゃあ、一旦戻ってくるわ。
しょ。そう、中学生の時にちょっと住んでた家に、そう、浴室、まあ、乾燥機ついてた。お風呂場、洗面所、お風呂場、洗濯機を置くところらへんに。花粉さ、私花粉症じゃないからさ、やばいんだけどさ、なんか私が使ってる携帯は、まあ、iPhone なんですけど、なんか iPhone ってさ、なんか1年前の写真とか言ってたまに通知くんだよ。でさ、なんか1年前の写真って言って今日出てきたんだけどさ、なんかちょうど1年前の写真が、なんか、愛媛のお坊ちゃん劇場に見に行ってる時の写真だったの。でさ、見事にさ、花粉症でさ、目がやられててさ、なんか、怖いなって思った。リラ、花粉症じゃないけど今。なんか花粉症って恐ろしいなってすごい思いました。なんか顔死んでる。どうやって見るっけ、1年前の写真みたいなの。マジで顔死んでました。やばいよ。これ1年前なんだけどさ、わかるかな？目が終わってるもんね、もう。このうるうる感やばくない？私今年何の影響もないよ、花粉の。花粉症って何ですかって感じ、感じになってるもんだって。マジで目が終わってる。でも去年の今頃の髪の長さめっちゃいいな。なんか、ね、去年のリラ、結構さ、なんか自分の顔好きだったんだよね。去年の夏とか。なんか、痩せてたからなのかな。こうハイライトとか入れてる。去年の春とか。バチバチにハイライト入れてんな。
でもなんかさ、ショートのさ、自分見てるとショートにも切りたくなるんだよね。ほんと人間って不思議だね。まあ、ショートにはしないけども。花粉症ってさ、ゴールデンウィーク前ぐらいまであるんでしょ？最悪だね、本当に。花粉症の人ってさ、これ前も話したと思うけどさ、なんか注射打ったりとかするんでしょ？薬で補えない人は、症状が回復しない人とか。だからやっぱり、本当花粉症がないってこんなに素敵なことなんだってさ、なんか今年分かってる。去年が花粉症だったから。なんかさ、一曲歌ってそろそろ終わろうかな。もう12時半だなんて、ちょっと、12時半だなんて分かんなかった。最近ね、ハマってる歌があってね、隕石の確率、アホみたいに聞いてんの。今日とか、昨日とか、5回連続で隕石の確率歌ってた。歌ってたじゃない、聞いてた。今、よく聞いてるのは、フレンチキスの、なんだっけな。ずっと前から聞く。めっちゃ聞いてます。これちょ、エアポッド外すね。や、隕石の確率って歌詞マジで可愛いの。好き、結構、ランディは。今雑音大丈夫だよね。今イヤホンはめたから多分大丈夫だと思うけど、だ歌えるか分かんない。隕石の確率いつも歌えないんだよね。 隕石の確率意外と短い。絶対何かの間違いだろう。ちょっと待って、もう一回最初から入れたい。なんかバグってる。ここで
もう一回。天文学的な確率だよね。学者たちも驚いた。コンピューター計算上じゃ絶対何かの間違いだろう。あと一つでミラクル、巨大な層遺跡みたいに衝突した。奇跡の人、何億年に一度きりの出会いだと思う。ありえないんだ、ありえないんだ、この広い宇宙で。何億年に一度きりの恋のインパクト、信じられない、信じられない、この胸にできてる愛しさの跡。帽子なら見たことあるよ。すぐに消えてしまうけど、炎に包まれたって燃え尽きないで地上に届いた愛の塊。過去の文献を紐解いてもここまでの、そう確かな気持ちは見つからない。価値ある人、この世界が変わるようなニュースだと思う。もっと知りたい、もっと知りたい、今起きた現実、この世界が変わるような星のサプライズ。一目惚れだよ、一目惚れだよ、だゆうきゅうの時。疲れてないここだけ、そんなバカと何度もつぶやいた。一度きりのまさかだと思う、会えてよかった。したかった、今目撃してることを。よがれう愛、私のヒストリー。 A メロ、 A メロ、 B メロがちょっと、なんか今ずっと聴いてる隕石。かわいいよな。何億年に一度きりのでって。愛のストリッパーわかんないんだよな。サビしかわかんない。愛のストリッパーてててててみたいなやつだね。約束よってあったっけ。ちょっと待って見てみるね。必ず君に会えるから、いつの日かどこかで、運命がなんとかかんとか、時間。必ず君に会えるから、その日まで私を。忘れないで約束よ。あと一曲歌ったら終わります。なんかありますか。ねえ、そんなに悲しい
なんか今日さ、喉の調子がいい。ローストビーフ食べたかな。ローストビーフ丼食べました。今日。夜ご飯。じゃあこれを歌って。そうね、家より先に iPad 買った方がいいね。なんか歌ったからちょっと寒さは軽減されたかも。でもやっぱまだ寒いね。夜は寒いわ。ということでね、私は明日休みだからなんかいっかって思ったけど、多分仕事の人も多いと思うので、この辺でランキングを見ます。なんかね、暖房つけようと思ったけどね、なんか節約っていうことでやめました。ということで、この辺でランキングを読ませていただきます。13位みくのばさん、ありがとうございます。そして12位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして10位がグアポさん、アットマーク群馬ニア、ありがとうございます。そして9位がガラパゴスさん、ありがとうございます。第1位がルディエカさん、ありがとうございます。そして7位がヨウジロさん、ありがとうございます。そして6位がチョロさん、ありがとうございます。そして5位がテヤキくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がフクックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がツインピーマンさん、ありがとうございます。そして1位がミンチャーさん、アットマークリラちゃんが好き、ありがとうございます。野菜食べなさいってさ、コメントしてる、そこのあなた。私ね、今日さ、なんかスープストック行ったの。スープストックっていうね、お店がね、東京にあるんだけど、なんかスープ専門店みたいな。スープストックでね、なんか本当はかぼちゃのスープ飲もうかなって思ったんだけどさ、なんかかぼちゃのスープ飲まなくてさ、なんか野菜たっぷり、なんか岩塩スープみたいなの飲んだの。そしたらさ、私最近口内炎もできてたからさ、なんかちょっと健康的なもの取ろうと思って、もうゴリゴリ野菜でびっくりした。マジでゴリゴリ野菜だった。なんか野菜の味のスープした。まあ、美味しかったんだけどね。なんか自分偉いなと思った。野菜ちゃんと、なんか野菜摂取してる私偉と思ったっていう話だけです。ということで、スープストック東京マジで、なんか冬はすごい入り、最近でも初めて入ったの最近だけど、なんかスープ飲みたいなって時はね、スープストック東京おすすめです。皆さんも行ってみてください。ということで、この辺でさよならんでぃ。バイバイ。また明日する。うん、する。うん。バイバーイ。バイバーイ。